決勝当日、朝のウォームアップ走行で思わぬアクシデントが発生する。突然のマシントラブルで宇川が転倒。全身を強打した宇川は手負いの状態で決勝を迎えることになってしまう。GP250 のスタート直前、西の空に雨雲が発生。小雨がパラつくが、焼けた路面をウェットにするには至らない。コースレコードでポールポジションを獲得した加藤大二郎。朝のウォームアップで転倒を喫した宇川は加藤の勢いを止められるのか。アプリリアの宮崎、鈴木の沼田、羽賀と難波のヤマハ勢も虎視眈々と上位を狙う。GP250 決勝スタート、周回は19周。ポールショットを奪ったのは宇川、沼田、加藤、難波と続く。後方では GP125 同様、2コーナーで多重クラッシュが発生、波乱の幕開けとなる。朝のウォームアップで転倒を喫し、足腰の痛みを耐えての戦いとなった宇川は早いうちに後続を引き離しておきたい。しかし2番手にポジションアップした加藤をはじめ、沼田と羽賀も離れない。ただ一人1分27秒台のコースレコードでポールポジションを獲得した加藤は、そのままの勢いでトップ宇川を猛然トップし、逃げる宇川と追う加藤、2台の NSR が後続を引き離していく。2台のトップ争いの後方では沼田と羽賀が3位争いを展開する。何度も1コーナーで仕掛けるが宇川の前に出られない。しかし5周目には3コーナーで宇川をパス、ついにトップに立つ。去年はデビュー2戦目のここミネでトップを独走しながら、ファイナルラップに転倒という苦い経験を持つ加藤。今年も宇川のトップを脅かしながら転倒で自滅するというパターンが何度か繰り返されてきた。しかし今回はリスキーな走りをすることなく、少しずつではあるが2位宇川との差を広げていく。レース中盤9周目、加藤と宇川の差は 1.1 秒。宇川のコンマ4秒後方には沼田と羽賀が迫る。約2秒離れて単独の5位は難波、宮崎は単独の6位を走行。勝利の行方はトップ4台に絞られる。